弱者男性の定義について思うんですが、個人的に思う弱者男性の定義というのは、何かしらにコンプレックスを持ってる人間のことだと思うんですよね。弱者男性というのは、単なる精神障害者や陰キャっぽい人を指すのではなく、劣等感が強い人間のことを弱者男性だと定義してるんですよね。別にバカだったり陰キャでも、プライドがなければ生きやすいということってありませんか。そういうタイプは、逆にコミュ障だとしても弱者男性だとは思わないんですよ。弱者男性というのは、生きづらい人のことだと思うんですよね。もちろん弱者男性の定義とは、人によって様々なので、僕の定義する弱者男性とは何かっていう話なんですがね。